どうも、ポンシュラです。今回は最近新しく覚醒したブロリーを使っていこうと思います。パーティーはこんな感じですね。まあ、ブロリーは6周年のゴジータガチャで貫突しましたし、前回も2枚乗ってるということでかなり強化されてると思います。それではやっていきましょう。さあ、よろしくお願いします。お相手さんはサイヤにテロ超ぶっ込んでますね。ラグくないか？え？おおおおおおお。キャラチェンしちゃおう。痛い。あー、射撃撃ってくるか。通常だよね。一回居座りたい。おお、場に回復した。強っ。回避見て。開発するか。これ押し。いや、うますぎ。まあ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 、しゃないな。これは HP 半分以下使いたくないんで。お、なんで止まった。でかいぞ。反転して。どういうこと。どうしよう。これキャラチェンメインしとくか。いや、メイン切れないわ。でここでメイン、めっちゃ反転してくるな。跳ねまして、うー、遅い回避。オッケーオッケー。さあ絶対勝つ。今度こそ。うもう下手すぎるし、うますぎるし、もう全然勝てる気しないわ。どうしよう、どうしよう。これよしよしよし。いや絶対、いやこれさ、メインでさ、ワンチャンワンパンしそう。いや行く、絶対これは行く。え、かっこ、よし決まったぞ。行くだろブロリー。行かないの、マジで。ちょ、なんか交代禁止来たんだけど。速圧、よし、危ねえマジで。いや今の行かないのか。いやしかもカバチェンされちゃうし。遠距離 OK、 完璧。バニ回復クソ優秀なんだけど。てかクソ強えんだけど。え、なになに、急に強くなった。え、めっちゃ強い。よしよしよ、そっち出てくる。うわ、圧持ってこれないか。通常でいいや。さあ、バニ回復しそうだぞ、また。速圧もう一回いっちゃう、これ。え、なにこれ。いや、ずらせるか。うわ、しかもライジング来るか、くっそ。今の入ってたら、ブロリムス始まってたのに。読んだ読んだよ。オッケー、ブロリムスまた始まるぞ、これ。ただ、変身されちゃうか。必殺かぶせたい。遠距離来ないか。かぶせるぞ、気絶。強っ。気絶以前にクソ強い。しかも遠距離。はい、降参ということで、このゲームブロリが最強です。かわいい、かわいい。さあ、よろしくお願いします。お相手さんはサイヤかな。うーん、どうしよう。回避聞こえないか。回避回避してみるか。いや、いやマジか。お願い、よーし、いいぞ。出てくると思います。いや、マジか。お、あ、でもそっちで特殊切ってくれんのクソでかい。オッケー、強い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 。オッケー、キャラチェーンしてくると場に回復します。ドロー速も上がります。必殺持ってこい。いや、打撃か、しゃあないな。オッケー、かぶせる、絶対かぶせる。いや、くっそ、何してんの。俺跳ねちゃった。うん、どういうこと。まあ、一回必殺いっとくか。なんで、どういうことさっきからそれは。あ、落ちないんか。腹パン行きまして、落ちるんじゃないかこれは。おれ、射撃も撃っちゃうよ。通常でいいや。うわ、逃げられたな、どうしよう。ああ、前ダッシュタックル。うわ、前ダッシュタックルから友人ムーブしてきたんだけど、マジかよ。させねえ。なんか昔の PVP 見てるみたい。まあまあまあ、パイクで受ければ耐えるはず。耐えろ。強くね。ちょ、油断してると全然負ける。回避圧、うん、回避見て射撃ね。あー怖い、助けてください。危ねえマジで。さあ、この人普通に射撃撃ってきそうなんで、撃ってこないか。危ない、通常でいいよ。うわ、ここ集中やなマジで。俺、投げキャンガリー、気絶引かないか。通常でいい、お願い。いや、びっくり見えないか。居座りたいけどさすがにやめとこう。キャラチェン回避、回避圧、回避圧、回避圧。
打撃を振っておいて、タックル回避から射撃打っておいて、ユージームーブなんですね。オッケー、さあブロリー組んでいきましょうか。まあ出てくるやろ。よし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 、うわこれ決まったらクソ強いぞ。不滅まで行くやろ。うわあ積もってこれないか。泥速ダウン、あれまして。ちょバダロット重い、マジでオッケー最速でっか。まあ、とりあえず不滅剥がしましょうか。で欲張りメインオッケー。まあ打撃でいいかな。よし捨ててきた、キャラチェーンしたい。あぶね、跳ねまして、跳ねまして、かぶせるよ、跳ねまして、跳ねまして、いやマジ全然打って、オッケー最速。いやこれは絶対どっちでもいきます。ブロリ最強、メイン切って、いや絶対これは LF 決める。襲い回避、キャー全部 UG ムーブか。まあまあまあしゃあないわ、場に使わせたんでライジングで勝ちでしょう。はい、さよなら。さあよろしくお願いします。お相手さんはウルトラごはんちゃんがいるということで非常にまずいです。噛み合ったけど、あそっち出てくるか。さあブロリー組んで殴っていきましょう。ああ、うん、まあ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 、圧がない、跳ねまして、オッケー回避圧連続打ち、いやできんか、キャラチェーン回避、うわ必殺ぶっぱと噛み合っちゃう、遠距離来ないか、危ないだろ、やめてくれ、怖いよ。入れ込むんかい、まずい、死んじゃったこれ、パイク死んじゃったこれ、死んじゃう死んじゃう、あ耐えた、危ねえ、もう圧ないでしょ、早すぎだろ、おかしいって絶対、必殺ある、さっき使ったけどめっちゃアーツ使ったんでもう一回持ってくるはず、オッケーオッケーだけど、ちょっと待って、一回回復させて、これ最速取れたらクソでかくね、お願い、究極よっしゃいっけー、振り向こうだぞ、いいや交代しろ、有事だろう、うわ全部入れ込むんか、まあ、早い回避で入れ込んでたもんな、特殊キル、で最速取れそうじゃない、うわ今普通に跳ねとけばよかった、何してんねんこの人、ずらしちゃうぞ、へい、さあ攪拌なんでライジングで落とせると、さあベビー落とせたのはクソでかいぞ、ただテロチャがいるんで本当に怖い、それ強すぎるって、やばい交代禁止くる、やめてくれ、止まるやろ、まあ、止まんないかな、まあ、ゴジータで受けとくか、ちょ圧ありすぎじゃない、いや圧ありすぎじゃない、何これ、いや圧おかしいおかしいおかしい、危ねえだろ、ヒット確認、単発タックル、タックルいったじゃん俺今、危ねえ攪拌もら、あもうそうだ射撃から行けばよかった、打撃アンガルさして、オッケー危ねえマジで、さあ変身してアサルトチェーン行っちゃいましょう、いっちょ行くぜ、さあ行こう、まあ、テロチャ出てきたら落としきれるかな、強い、さあ必殺で、さあブロリーで決めたいな最後、ただラスワンご飯なんでそんなこと言ってる場合じゃねえんだよな、まあ、どうしようこれ、もう行くしか、あれ打撃押したのに俺、まあ、ゴジータで受けとこう、うわやば、あ強すぎんねラスワンご飯、オッケー、遠距離行っちゃうこれは、あれよし完璧、ブロリーナイス、あ気力減少向こうもあるじゃん、最強じゃん、まあ一回使わせとくか、さあ必殺持ってこいマジで、それはゴジータくんで受けます、痛すぎ、おかしいやろ、
危ない、メインキッチュ、まあ、通常だよな、さすがに。さあ必殺持ってきたんで絶対にぶち込む、回避圧、オッケー、いける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 。さあこれで踏ん張り削って打撃打って、よし、お相手さんワコさんと、まあ、ブロリーで決めることはできませんでしたけど、まあ、振り向こう究極もぶち込めたんでよしとしましょう。対戦ありがとうございました。ということで今回は新覚醒のブロリーで暴れていきました。いや、ハマったらめちゃめちゃ強かったですし、僕のブロリーはまだ覚醒6なんで、これからさらに強くなることができるんですよね。しかもこのキャラ使っててめちゃめちゃ楽しいので、ぜひ皆さんも使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では